こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっとね、いただいたメールから私の気持ちをお話したいと思うんですけども、こういうふうになってますね。私は今までビジネス上において、家族がいるから悪いと、ビジネスに、例えば旦那とか奥さんとか子供は不要と、散々言われてきたということだったんですよ。ですので久保さんを見ると本当に素晴らしいと思います。奥様、子供がいるとなかなか一人の自由が効かないと思います。その中での情報発信、本当に素晴らしいですということなんで、ありがとうございます。これね、当たってる面もあるんですよね。確かに家族がいなくって独身で一人だったら、今吉谷さんがそうやってますけどもね、ものすごく自由にできるとは思うんですよ。ただ私は、ビジネスを成功させるっていうのはあくまでも手段であって、私の目的っていうのはね、家族と共に楽しく豊かに過ごすってことなんですよ。ですんで、ビジネスが成功しても家族がなければ何とも空虚のものだろうなっていうふうに私は思ってたんですよね。ただ家族がいても自由に情報発信できるような力が備わるまでは家族が持てないっていうのも現実だったんで、私は40を過ぎるまで具体的に家族を誰とどのように持つかってことは全くね、イメージ湧かなかったんですよ。という意味では、家族を持つための最大のチャンス、20代30代を棒に振ったとも言えるんですよ。でもまずは私は金銭的な自由とか時間的な自由がどうしても欲しかった。最悪ね、私は結婚ってものを意識した時に、塾生さんとかね、視聴者さんとか世の中と結婚すればいいじゃないかっていう風な考えにも至ったんですよ。これはかつて細木和子さんが同じようなこと言われてたんですよね。細木和子さんは私が知る限り独身だったと思うんですけども、ただ何かのインタビューで答えてるんですよ。細木和子さん、結婚はしなかったんですか、しないんですかってことを聞かれた時に、私は世の中と結婚したのよと、だからみんなのことをとってもね、大切にするんだっていうふうに、この下の句は私が想像したんですけどね、同じように私もそう考えればいいかなと思ったんですよ。この YouTube を通じて多くの方、世の中と一緒に育まれていくっていうんですかね、それもまた素敵な生き方じゃないかなと思ってたんですよ。でもおかげさまで40を境に、私はそれまでのライフスタイルやビジネスとか男女観を全く違ったものに塗り替えるような出会いがありまして、頼まれたわけじゃないんですけどね、自分でそういうふうにしようと思ったんですよ。この人とちょっと家族を持ってみるかと、これを最初で最後のチャンスにしようかなと思ったんですよね。と同時に、だったら稼ぐものは稼がないといけないなっていうことで、ネットビジネスをやるきっかけにはなりましたね。で、今ね、家族がいるおかげでほっといてもエピソードが毎日生まれるんですよ。例えば私の考え方と奥さんの考え方が違うわけなんですよね。それが全て情報発信のネタになってるんですよ。違うことが、私の奥さん普通の人ですからね。普通の人であるばかりか、彼女が言うにはね、うちはとっても貧乏だったって言ってます。で、母子家庭で、娘さん3人、こういった育ち方をしてるんですよね。で、もう私はそれに比べて、大学までね、出していただいて、援助も随分いただきました。そういうふうな、言ってみれば通常より裕福な家庭に育ってるんですよ、私は。ただ私は自分の家が裕福だってことはずっと気づきませんでした人の家庭に触れることによって、あれ、うちもしかしてちょっとは豊かな方なのかなと思ったんですよ。で、持ち家もうちの実家ありますしね、それから早めにローンも終わっちゃってるんで、割と地域でも信頼される職員に就いたりとか、それからいろいろとね、活動の場があったりするような家族だったと思います。地域では有力者の方に入ると思うんですよ。でも私はそういった恩恵を受けてきたわけではなくて、私は私でね、そういったなんか家族とかとはどっちかっていうと距離を置いて、突っ張って生きてたんでね、いわゆるグレてたわけなんですよ。理由もないのに、グレる理由がないからグレたみたいな感じです。なんかね、私の家、家族に問題があったりとかしたら、それを理由に夜中でバイクで走り出すみたいなこともあったかもしれませんけども、私はそういうのがなくて、すごくね、愛情深く育てられてきたんで、なんかグレようと思った時にグレるところがなかったんですよ。だからグレたみたいなねとにかく理由を勝手につけて、いろいろと勝手にやらせてもらったかなっていうところが、だいたい20代30代まで続いたって感じですよね。で、40代になって
それまでの時間を振り返った時になんて無駄なことをしたんだと。だから47までの自分の人生ってのはもうないも等しいもんだと思います。だから思い出話もあんまりないんですよ。でも40過ぎてから今48、この7、8年間で速稼塾とともに得たもの、視聴者さんとともに得たものっていうのは私の人生そのものですね。その中で私の家族も生まれて、家族のファンもいてくださる、そして恩返しするべき視聴者さんがいる、塾生さんがいるっていうのは私のね最大の喜びかなと思います。だからこそ少しでも有利になるように、少しでも情報の格差が埋まるように、私の立場から届けれる情報はねたくさん届けていこうと思っております。ということですね、まあいろいろとくだらないことを申し上げましたけども、これからもよろしくお願いします。